どうも、いつも楽をしたいゲーム配信者、高尾ヌです。今回は、るろうに剣心の鬼屋番衆ならぬお留守番衆として、普段は留守番になりがちだけど、ピンポイントで使えるキャラを紹介します。まず、一人目は、ヤマンバという設定がいけないのか、性能をよく知らないと、お留守番になってしまいそうなキャラ、坂田ネムノです。人によっては、特にこのキャラの性能を熟知しているのであれば、意外だという意見もあるかもしれません。しかし、私はどうしてもこのキャラをプッシュしたいので、1番目に挙げました。結果以上、タイデンブレイクのパーツとしてある程度周知はされ始めたものの、ショット、スペルカードともに全て単体のためお留守番にしている人も多いと思います。しかし個人的には環境次第では大活躍できるキャラだと思っています。主にイベントエクストラ探索、コーマ島など高難易度コンテンツで活躍します。一押しスペルカードはやはり狂い輝く鬼包丁でしょう。1ブーストで金属製バレットが3になるので弱点ブレイク性能に優れております。さらに星5覚醒で霊力 1.00 上昇なので連続使用がやりやすいのも特徴。金属製弱点の敵に連続使用でフルブレイク可能です。ラストワードの攻撃前スペカ効果に陰謀バフがありますが、高質弾持ちなので火力増強につながります。ラストワードのバレットも2属性 ×3 の2色構成、弱点ブレイクはもちろん高魔刀の全体攻撃耐性への火力ソースとしても活躍できそうです。ちなみにバレットのクリティカル率は 10% と若干高めです。命中率の問題は結果以上耐電付与による回避率ダウンで解決可能です。2番目はルナ・チャイルドです。彼女の特徴はその運用コストの低さです。まさに私のモットーとしている少ない労力で最大限の結果を出すということを体現したキャラです。まず初期キャラなので昇格素材のコストが低い上に、昇格するだけで陰鉱2段階上昇、そしてグレイズ仕様による陰鉱上昇なのでフルオートでも最低合計陰鉱5段階上昇という火力をお手軽に手に入れられます。ラストワードが月属性なので一生ゆかり線を星1でも周回可能で、イベント探索でも敵1体の時は体力次第ではありますが星1でも周回ができるといった感じです。さすがに高魔刀の上層は無理ですが、仮想であれば星1でも火力ソースとして運用できます。仲間確定ノリとの対象でもありますから、運よく貫突分揃っていればぜひ貫突してレベル100にすることを推奨します。低コストで火力が出せるのは何かと便利です。そしてさらにパワー連携持ちです。ルナチャイルドに関しては連携ボーナス対象が多いので、これだけでも留守番キャラにするのはもったいないくらいです。3番目は大ちゃんこと大妖精です。大妖精の一番の採用価値は全て金属製の単体スペルカード持ちであるということです。コーマ島での弱点ブレイク要因として有効打になるでしょう。それ以外にもブーストによる味方全体の陽光上昇、スキルによる味方全体の陽光およびクリティカル命中率上昇もあるので、サポート役としてもある程度使えます。問題は大妖精の霊力をどうするかです。ブーストによる陽光上昇というのが若干ネックではあります。一応金属製フルブレイクの際に3ブーストする必要があるので、そのタイミングで大妖精の陽光上昇スキルも使用し、ターンを上書きしてバフを次のターンまで継続するなど工夫が必要になるでしょう。回復性能は微妙です。ラストワードにも回復はありますが、効果量の増加がブースト依存であります。やはりフルブーストして使うのであれば金属製フルブレイク要因として採用するのが無難なところになります。ちなみに3ブーストという条件ではありますが、拡散の全体ショットは金属製バレット2枚、集中の単体ショットは火属性バレット2枚、一応弱点ブレイクが可能です。覚えておきましょう。連携ボーナスを活かせるキャラが軒並み2軍というのが悲しいところです。初手で3ブースト可能な優香の命中率を連携ボーナスで2段階上昇可能なので、優香とのペアで採用候補になるでしょう。4人目はリンゴです。特筆すべきは昇格するだけで能力と合わせ最低陽光4段階上昇できる点です。また
要望・陰謀上昇手段もあるため、防御によるダメージの増加率が高い硬質弾を持ちながらもバフの手段に乏しいユカリやレイムのラストワードとの相性が良いです。しかしながらリンゴのラストワードは陰気のみのバレット構成になっているので、自身の火力向上にあまりつながらないのは残念です。ちなみに全体スペルカードの方は2ブーストで結果以上暗闇ブレイクが可能です。先ほどの大妖精リンゴと合わせて味方全体陽光上昇するキャラをピックアップはしましたが、陽気アタッカーの多くは自前で上昇できるのでいらないという場合も多いです。やはり採用するのであれば、先ほど挙げたユカリやネームなど上昇手段が乏しいキャラの火力底上げで敵全体一掃の後押しにといった使い方が良いでしょう。以上、オルスバンシューという括りで4人紹介しました。このようなキャラでもピンポイントで活躍できるので、自分の手持ちを最大限に活かし、コーマ島などの高難易度コンテンツをクリアしていきましょう。今回の動画はこれでおしまいです。このチャンネルでは東方ロストワードをメインに動画投稿しておりますので、よかったら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。